りあえず時計台行ってみるか。グラさんの方優先しろって怒られちゃった。グラさんの人優先いるよ。グラさんの人これな。何伝統白いポール、ドーム状の装置がついている。あの装置なんだろう。グラさんやろ、一体何をしているの。あれは私の記憶がフラッシュバックする。監視カメラじゃね。お、おっさんだ。あれ船長。いや違う、サムの親父みたいな人がいたぞ。思い出した、帽子をかぶった男の人がいた。帽子をかぶった男の人、荒々しい。君、急に驚いた顔をしていたけれど、どうしたんだよ。何でもないよ。以前ここに来た時のことを突然思い出してしまって。以前ここに来た時のことを思い出した。君は今日初めてここに来たんじゃないのか。なんでそのことを。君はアシュレイ・ミズキ・ロビンズだね。なぜ私のことを知っている。ああ、君がロビンズ博士の一人娘だということも分かっている。お前は誰だ。ジョン・スミスって。私はジョン・スミス。これ田中一郎的な名前なんだろ、アメリカの偽名じゃね。スミス、どうして私のことを知っているの。さあどうしてかな。どうして知ってるのか言えないの。あまり言いたいものではない。どういうことなの。キャンプ場にやってきてキャンプもせずにあちこち歩き回ってあなたのこと変な人だと思ってるわ。私が変な人か、言ってくれるではないか。心配するな、私は怪しいものではない。じゃあ教えて、何をしてるの。この辺りを取材しているだけだ。取材？私の仕事はジャーナリスト。このジュリエット・レイクで起きた5年前の事件について取材をしている。これはパパの、マシューのパパの事件じゃないのかい。5年前の事件って何さ。5年前ここで起きた未解決の事件のことだ。未解決の事件。このジュリエット・レイクで見失った真実を探しているんだ。どんな事件があったっていうの。君には関係のない話だ。つまらない興味を持つ。元も子もなくなります。つまらない興味なんかじゃないの。友達のパパが5年前にここでいなくなってんの。もしかしたらその事件に何か関係があるかもしれない。パパを探している友達だと。今日ここに来て友達になった子よ。マシューって名前の子、マイケル・クルーソーっていうの。マイケル・クルーソーだと。あなたが調べている5年前の事件関係してないかと思ったの。うん、アシュレイ、マシューという君の友達は時計台へ行ったことがあるのかい。時計台には行かない、絶対に近づかないって。そうか。どんな事件があったの。アシュレイ全部喋っちゃうな、この子。この子に秘密は話さない方がいいね。もう一度言う、調べている事件は君には関係のない事件だ。つまらない興味は持つんじゃない。君もあの時計台に近づく。絶対近づくだろ。こっちか、上。アシュレイあれなんだ、自分からバラしていくスタイルなんだよな、こいつ。普通にバラしまくって。とりあえずこれ調べようぜ。人魚の像がある。ジュリエット・レイクの湖畔と人魚の像が重なって一枚の絵のようだ。とりあえず写真撮っとくか。カメラカシャッとね。なんかと合わせる時があるかもしれない。
他に調べれるのは湖だけか。あ、やったぜ。空き缶が浮いている。ゴミ箱に捨てないと。水きれいなんだけど魚の影がないんだ。逆に考えるんだ。喋っちゃってもいいやと。監視カメラっぽいけど、これは単純に人が来ると明かりがつくあれかもね。うん、これで終わりか。時計台の方に行くなって言われてるけど、あえて行く方向かな。まあ行くけどね。行くなって言われたら行くさって。行くに決まってんだろうが。あ、この紋章は見たことがある。あ、フラッシュバック始まるよ。急にトリップしていく方向で。さ、出てきた。あー、さよこだ。そうだったんだ。時計台のドアだったんだ。何か仕掛けを解くとガガガガガって開きそうだ。花と月と剣。これ暗号かな。で、鍵は閉まってる。他に調べれるところはとりあえずなしと。写真も不要そうだし、ここから先はいけない。とりあえずこれだけ見ときゃいいのかな。じゃあマシューと合流しよう。この小屋にマシューがいるはずさ。マシューいる。普通にいた。ちょっと調べるか。デッキブラシ、掃除道具、長靴、オール、スコップか。壊れた家具が山積みになっている。なんだか寂しい気分だ。なんか樽が突き抜けてるの。桶か。樽が貫通してるのかと思った。ほうきが立てかけ、でもこの樽泣いてますって感じで、あの家貫いてるのかと思ったら、そういうわけではなかった。うん、これまとめて一つだな。うん、オーケー。もういいの？おう、私は一向に構わん。タンタタ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 タラララララララタタタタタ。マシューが仲間になった。あえてドラクエ風に。やっと橋、初めて橋越えたぜ。あれ？ああ、いつものあれか。ゲート閉まってる。ダメだ、開かない。おかしいよ、いつも開いてるのに。そうだよね、きっと誰かが閉めたんだよ。困ったな、どうしようか。このゲートにも倉庫と同じ鍵がついてるよ。 ID カード使って。ザベスの ID カードだよね。あれ、ザベスのカードならいけそうな気がするんだよね。ん？何の音？これはね、見せちゃダメなやつだ。また音がしたよ。バラしちゃうか。ゲートを開けられるかも。どうしよう。あー、見せちゃった。何の機械？Wii リモコンだよ。ラス？ママが開発した機械の名前なの。まあまあ科学者だったんだよね。秘密を守れないアシュレイ。アシュレイのママが作ったの？うん。この機械を使えばゲートのセキュリティを解除できるかも。そうなの？安く即して。誰にも話さないって。秘密の機械なんだ。お前は他人の秘密平気で話しまくるくせに、人にはこういう約束すんだな。私だけしか使えない秘密の機械なの。分かったよアシュレイ、よく約束するな。マシューはさ、ちゃんと母親との約束守ってさ、時計台に近寄らないのにさ、火事場に近づいちゃいけないよって言われたのに火事場に近づくしさ。ジャイアニズム。アシュレイはやべえな。こうやって見ると絶対に行っちゃいけないよ。うん、分かったって言っておきながら平気で行くもんな。秘密話さないでよ。うん、分かったって言うの平気で話すし。いや、
ラスのことは誰にも見せちゃいけないよって言われてたろ。まあ使うけど。さあ今回はどんな謎解きなのかな。今回は何するの。斜め？斜めにして。よっと。ダメか。お、ここか。オッケーオッケー。角度。俺これモーションプラスの方だけど、まだモーションプラス対応してなかった頃のゲームだよなこれ。ゲート解除しました。やったぜ。あしゅすごい。うん、リモコンを使いたかっただけ。わら、マシューがいなくなって、あ、来た来た急に入ってきた。アフレイダーシュ、走る走る。コテージ軍だ。屋根橋を渡った最初の家。ちょっとマップ見てみようか。おお、レストランまであんだ。リチャードのコテージ、アルフレッドの家、ライアンのコテージ、ライアンのコテージもあんだ。まあ到着。あれ鍵がかかってる。ピンポーン。どなたですか。ねえ、どなたなの。オス、オラ、アシュレイ。アシュレイ、すぐ開けるからね。早く中へ。すぐにアシュレイが来るって分かってるのに鍵かけてたんだね。やってんの。あら、贅沢なコテージじゃないですか。遅くなってごめんね。ごめんね、ごめんね。よく来たね、待ってたよ。カバン持ってきたよ。はい、あとハットも。ありがとう、ジュリー。帽子も持ってきたよ。助かった。こんにちは。いやー、毎週よく来てくれたね。さっきすまなかったよ。失礼なことを聞いてしまったよ。どうか許してくれるんだね。つかザベスと付き合い長かったら、あのクソママが嘘ばっかつく、ヒステリックな、扱いにくい女だって分かってんだろう、親父。君の家はこの近くなのかい。うん、ずっと遠いところ。誰かと一緒にキャンプ場に来たのかい。違うよ、一人で来たんだ。一人で来た。うん、僕家で。自分でバラしていくスタイル。そんな驚かないでよ。家出してること知ってるんだからさ。どうして家出なんかしたんだい。パパを探すためさ。探しているのかい。5年前にジュリエット・レイクでいなくなったのさ。いなくなった。パパの行方を手がかりにここにやってきたんだ。おじさん、僕の捜索願い出して。おじさんがいるのかい。パパの弟。おじさんの家に住んでるんだけど、おじさんはパパを探してくれないんだ。自力で探すのさ。どうして家出したのかは分かったけど、家では良くないよ。おじさんに話をして一緒にパパを探すことにすれば。アシュレイにもそう言われた。ダンテ氏とも僕のこと探してるし、家に帰ったら家に留学させられちゃうんだ。ずっとここには来られなくなるんだ。すごい。だから約束したんだ。今日だけ、今日だけ頑張るから。僕のこと今日だけは黙っててくれるって、一緒に探してくれるって。君のことよく分かったよ。話を聞かせてくれてありがとう。でも大人はいろいろめんどくさいんだ。話を聞いちゃった以上、君を知らせないわけにはいかないから、何も聞かなかったことにするよ。どうしたらいいのか。
よし。クールパパ好きかい？うん、あれ大好き。クールパパに睡眠薬を入れて、マシを眠らせて引き取ろう。冷蔵庫に入ってるから飲んでいいよ。そんなひどいことはしないか。おやじ、話は聞いたよ。いくつなんだい？13、13、13、 T じゃねえな。30だったら30歳、おっさんじゃん。ブラッド・エドワード島にやってきたとき、君まだ13歳だったよね。13歳、最後の日だったのよ。一つ聞かせてくれ。友達になったのは、パパを探しているからなのかい？それもあるかもしれないけど、それだけじゃない。少し似てるの。誰に似てるんだい？初めて親友だと思った子、 D だね。誰なんだい、初めての親友。私知ってる。パパの知らない子だよ。パパの知らない子が、何も知らないことだらけだ。仕方ないよ、パパのこと分かんないことだらけだもん。ただパパが無能だってことはみんな知ってるよ。この君に親友ができたら私に紹介してくれないか。どうしようかな。ったくしょうがねえな、このクソ親父。本当かい？約束しよう。親友だって思える友達ができたらパパに紹介しようじゃないか。そうだパパ、私パパと別れてからママのことをまた思い出したよ。ママとここに来た時のことをまた思い出したのかい？どんなことを思い出したんだ？時計台に行ったよ。時計台に行ったんだって。人魚の像にも行ってる。人魚の像にも行ったのかい？おじり、無理して思い出さなくてもいいんだよ。思い出したいのさ。無理などしていない。13年前のことを思い出したと聞いたとき、何か思い出してくれればと思ってしまった。それは間違いなんだ。何が間違いだというのだ。君が思い出す最後の記憶はママの思い出。君の心の中に手ずに持っていたいいもので、アナザーの真実を知るための記憶じゃないんじゃ。無理に思い出すことはないんだよ。オーケーパパ、でも教えて。ジュレットレイクで誰かに会っていたんだよね。ヒゲ面の帽子かぶったおっさんに。最後はきっと誰かに会っていたはず。誰かって誰さ。ママは誰と会っていたって言うのさ。何か目的があって生きてたんだ。そうで、そうでなければ最後がこんなところに来るはずないだろう。どうしてママがここに来てたことが分かったの？ジェシーバレーの来客データの中に最後の名前が記録されてたんだ。それを見たときは本当に驚いたよ。なんで勝手に見たの？それ見ていいやつなの？機密情報じゃねえの？ジェシーバレー、女子中学生。さよこがここに来ていたことを知って、私はその意味を知ろうとしたんだけど、意味がわからないんだ。あんな問題が起きちゃって。っていうか、マシューがクールポップ飲むのおっせえな。取ってくるだけだったらもうすぐだろう。なんでもないよ。気にすることなんてなんでもないんだよ。ん、電話。電話だよ。はい、こちら無能博士です。あ、ジーナだ。ジーナ、なんだってライアンはどうしたっていうの？レックス、レックスって初めて聞く名前だな。じゃあすぐに行くから。またすまない、呼び出しの電話だ。研究所に戻らなきゃ。またかよ、このクソ親父。トラブルが起きちゃったんだよ。セキュリティのトラブル？管理してる監視カメラのシステム、あ、
やっぱり監視カメラか。監視カメラが設置してあるんだ。外部の人間に知られたら困るような、重要な情報がたくさんあるんだよ。侵入者から守るために設置された。まずいことになるんだよ。ここで待っていてくれ。必ず帰ってくるから待っていてくれ。帰ってこないパーティーだな。行ってくるよ。お腹が空いたらレストランでテイクアウトすりゃいい。レストラン、ロータリーの先にいるからすぐにわかるよ。私の娘だといえばツケが効くから。ツケよりも金を置いていっていいんだよ。あ、金置いてったらバスで帰られちゃうからしょうがないか。本当に忙しい親父だぜ。いろいろ思い出したいって思ったのに早く帰ってきたらいいけどね。あ、マシュどこ行ったの。返さない姿勢。こいつ空気読んで話が悪いの待っててくれたのかな。意外にできる13歳だな。アシュレイのパパって忙しいんだね。話したいこといっぱいあるんだけどな。すぐ帰ってくるの。早く帰ってくるって言ったけど時間かかるんじゃない。多分イベントこなさないと一生帰ってこないよ。それはゲームの問題か。この家パソコンあるよね。ん、パソコン、そらあるんじゃないかな。インターネットつながってるよね。つながってるんじゃない。何にも知らねえな。まあ初めて来たんだししょうがないよな。メタな発言を。そのパソコン使いたいんだ。何をするの。え、そんなパパのこと調べる。パパのこと調べるのか。てっきりあれだよね、あの実家っていうかおじさん家だと調べにくいことを調べるのかと思った。おじさんパソコン使わせてくれなかったから、多分ね、お前に履歴を見られるのが嫌だったんだと思う。エロサイトを見るなんて言えないよ。どうしておじさんがパソコンを使わせてくれなかったのかわかるかい。履歴を消去するのがめんどくさかったからだよ。あとクッキーと。パパの部屋にパソコンあるからちょっと借りちゃおうか。手で調べるか。いろいろ調べていこう。古い雑誌、これで片付けたつもりなんでしょ。コート掛け、傘とコート、観葉植物。帽子が。電話、トードレス電話。奥の暖炉、ガラスの花瓶。花瓶しかない。ランタン、お手入れしなくていいのかな。置き時計、そして暖炉。コーナーテーブル、スタンドライト。2階、まあ手で1階から、1階から順番に行こう。あー、動物の森で見たことあるな、この浴室。シャワールームかな。シャンプーが落ちてる。育毛効果があるって書いてる。親父、ハゲてんのか。タオルがかかってる。洗面台がある。きれいに掃除してある。歯ブラシ1本。髪の毛跳ねてないかな。よし大丈夫。引き出し、あ、なんかある。歯磨き粉、新品、石鹸。1個ずつか。ストックは引き出しだ。ひげ剃りだ。クリームかな。ヘアワックスだ。使いかけの歯磨き粉。育毛剤だ。パパ、お前ハゲるのか。俺あんまりユニットバス好きじゃないんだよな。ホテルもできればユニットバスじゃないやつの方がいいんだけど、まあビジネスホテルじゃしょうがない。引き出し、白いボトルとブラシ、漂白剤。
ポンジスプレー式のボトルでしかも使ってる強力なお風呂用洗剤だ。カビキラーかな。じゃあ2階行く。もうちょっとぐらい調べるとこある。一応台所も調べとこうか。食器用の洗剤、流し台。いつも何食べてるんだろう。レストランからテイクアウトしてんじゃないの。そんな感じな空気がする。紙袋、いろんな缶詰が入ってる。トースターが置いてある。大きな鍋が置いてある。鍋の底は焦げている。やろう、焦がしやがったな。焦げている。ここも焦げてんだよ。底の深い鍋が置いてある。いわゆる寸胴だな。ピカピカのまま。そんなん使う料理はしない。緑色のマグカップ、引き戸がついている。でも開けないんだ。椅子にジャケットをかけている。あとは冷蔵庫、換気口だ。ちゃんと料理してるのかな。新しい鍋が入ってる。鍋は買ったんだ。トレイの中には氷が少しだけ入っている。つか冷蔵庫近かったな。間違いなく俺たちの会話聞かれてたよな。マシューにジャムが。台所なのに包丁がないだと。メロン味、ストロベリーとメロン、パプリカ、野菜をレモンと一緒に入れちゃダメなのに。クールポップ、クールポップ好きなのかな。マスタードとケチャップかな。パンぐらいしか明らかに焼いてないね親父は。おじい、鍋が置いてある。何にも入ってない。オーブン、オーブンレンジ。2階に行ってみよう。